君をずっと幸せに。どうもこんばんは、俺のモルトです。今日もお休み前の一杯していかないか。今日は4月1日、新年度の幕開けだ。ついにうちの娘も来週から幼稚園に通うことになった。俺に似て主張の強い子だが、これから小さな社会を経験して一歩ずつ成長してくれることを願うばかりだ。さて今回はリクエストボトルの紹介だ。今回で35本目のリクエストボトルは、俺もるウイスキー総選挙で5票を集めたこのボトルだ。スペイサイドシングルモルトスコッチウイスキーザ・グレンアラヒー12年、投票に参加してくれたみんなありがとな。226票中5票獲得で堂々の2番人気だ。正直この結果は意外だった。シングルモルトスコッチならグレンフィリックとかボーマーとかハイランドパークとか、他にもっとメジャーな銘柄があるじゃないか。それらを抑えての2番人気、実に興味深い。みんながそこまで推すこのグレンアラヒー12年、大いに期待しようじゃないか。さて飲む前に、このボトルが生産されているグレンアラヒー蒸留所について押さえておこう。グレンアラヒー蒸留所はスコットランドのスペイサイド地区アベラワーという町にある。創業は1967年、スコッチディスティラリーの中では比較的若い蒸留所だ。現在の蒸留所のオーナーはザ・グレンアラヒーディスティラーズ社、社名だけ聞くと創業当時からワンオーナーを貫いてきたような印象を覚えるが、実はそうではない。同社はベンリアック蒸留所の元オーナービリー・ウォーカー氏が立ち上げた会社で、創業者とは別の会社だからみんな誤解しないようにしよう。もともとグレンアラヒー蒸留所はブレンデッド用のモルト原酒を確保するために建てられたが、ビリー・ウォーカー氏が2017年にオーナーになってからは積極的にシングルモルトウイスキーをリリースするようになった。公式ホームページを覗いてみると、通常の年数表記シリーズに加えてシングルカスクシリーズやバージンオークシリーズ、ワインカスクシリーズなど魅力的なラインナップを多く出していて、それは思わず目移りしてしまうほどだ。そして今回紹介するグレンアラヒー12年は、同蒸留所がリリースする最もポピュラーなボトルの一つ。早速飲んでみよう。ボトルを開封するときはいつだってワクワクするもんだ。いただきます。実にフルーティーな香りだ。プルーンやブドウの皮を思わせる、やや渋みを伴ったフルーツ。青リンゴのようなフレッシュさもある。そして確かな存在感を放つ麦芽のリッチな香ばしさ。生クリームを思わせるクリーミーなニュアンスもあって、バランスよくまとまっていて素晴らしい香りだ。ブニシモ、まえ。実にフルーティー、それでいてリッチでモルティーな味わいだ。鼻から抜ける余韻が非常に香ばしい。ドライレーズンを増せるダークで深いコク、それから樽の影響だろうか、舌の奥をギュッと締め付けるような渋みを感じる。だが決して嫌な感じではない、重厚感のあるフレーバーだ。リンゴを混ぜる爽やかな甘さ、ほんのわずかだが溶剤のようなニュアンスも感じる。印象としてはシェリーカスクとバーボンバレルのモルト原酒をブレンドしたような味わいだ。なるほど、こいつはバランスがいいな。実にハイレベルなモルトだ。それでは今回も擬人化テイスティングしてみよう。このウイスキーを人間にたどるとどんな人物になるのかまとめてみた。これだ。突然だが、みんなの人生のコンセプトは何だろうか。コンセプトは人生の羅針盤。揺るがない羅針盤があれば、どんな荒波の中でも決して迷子になることはない。もしまだコンセプトが定まっていない仲間がいたら、俺が力になるから一緒に見つけようぜ。さてこのグレンアラヒー12年、すれ違ったら思わず振り向いてしまいそうな綺麗でかっこいい人物像が現れた。性別は女性、年齢は38歳、ファッション雑誌の読者モデルにいそうな綺麗め大人コーデが似合うアラフォー。仕事ができるキャリアウーマンで、ふわっと香るフローラルな香水が何とも排せず、40歳手前にしてこれからますます綺麗になりそうな美魔女予備軍だ。一体なぜこのように表現したのか。このグレンアラヒー12年、まず飲み込んだ瞬間に感じるのは、日だまりのお花畑を思わせるフローラルスイート、赤リンゴと青リンゴ両方香るフルーティースイート、そしてドライレーズンを混ぜる甘く落ち着いたコク。これらが次々にやってきて、実に柔らかく女性的なエントリーかと思えば、その後溶剤を混ぜるケミカルなニュアンスとアルコールのピリつきがふわっと鼻から抜ける。女性らしさを前面に感じながらも男性的な芯の強さも秘めている印象だ。また余韻の後半では香り高い紅茶を混ぜる上品な華やかさが続く。総じて職場での信頼も厚い美しい女性を混ぜるんだ。ならば40歳
歳手前の美魔女予備軍と表現した理由はどこにあるのか。ここだ。余韻の中盤で舌の奥をキュッと締めるような渋み、ほんのりと枯れ木のニュアンスを感じる点だ。この適度に効いた渋いアクセントがちょっと大人の印象を与えているのさ。柔らかく華やかな甘み、ふわっと男性的な強さ、上品で落ち着いた大人の余韻、これらのフレーバーがバランスよくまとまっていて素敵な女性像を形成している。このグレン・アラヒー12年という女性にきっと多くの人が憧れる。それぐらい美しく魅惑的な味わいだ。それでは今日の総評だ。このグレン・アラヒー12年、さすがはみんながパワープッシュするだけのことはあった。12年もののスコッチはたくさんあるが、その中でも一歩上の魅力を感じるシングルモルトだ。ただここ最近値段がどんどん上がっているのは辛いな。個人的には5000円台で買いたいモルトだ。まだ飲んだことがないという仲間はまずはバーで試してみるといいだろう。さて、先月末の生配信でも告知した通り、俺のモルトは今年度からショート動画の配信を始める予定だ。今までロングバージョンの暑苦しい配信しかしてこなかったから、視聴者の中には胃もたれしたり敷居が高く感じられて近寄りがたい仲間もいたと思うが、ショートならウイスキーの素晴らしさをより多くの人に気軽に触れてもらういい機会になるはずだ。みんなも動画楽しみにしていてくれよね。それでは今日はこの辺で。ブエナスノテス。おやすみ。